ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーコスミック・リワインドはディズニー・パークに建設中のローラーコースター型のアトラクションである。映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズをテーマにしたローラーコースタータイプのアトラクション。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズのアトラクションはディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーマイナス・ミッションブレイクアウトに続き二つ目である。場所は ワールドディスカバリー内にあるエプコット発の異世界のパビリオンという設定のワンダーズ・オブ・ザンダーパビリオン内部に設置される予定でプレショーでは映画に登場したザンダー星の風土や技術を紹介するプラネタリウム型のショーが上演される予定である360度回転する車両やディズニーパーク発の後ろ向き発進のシステムを持つローラーコースターとなる予定である 2017年の D23 エキスポでウォルトディズニーワールド50周年を記念して2021年に映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズをテーマにしたローラーコースタータイプのアトラクションをユニバース・オブ・エナジー・アートに建設予定と発表された。2019年8月25日、アトラクション名はガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・コスミック・リワインドとなることが発表された。 当初は2021年オープンを目指していたが COVID-19 の影響により延期。2021年10月1日に2022年オープンであることを発表。2009年にウォルト・ディズニー・カンパニーがマーベル・エンターテインメントを買収。現在もディズニー参加である。しかしテーマパーク事業や映画制作事業で競合しているユニバーサル、 スタジオとユニバーサルパークスリゾッツのテーマパークのうちアイランズ・オブ・アドベンチャーとユニバーサル・スタジオ・ジャパンにはマーベルをテーマにしたエリア・マーベル・スーパー・ヒーロー、アイランドや USJ にはアメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマンのみがある。買収時にディズニーとユニバーサルはミシシッピ側より東側のディズニーパークにはマーベル関連をウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのテーマパークと 東京ディズニーリゾートとテーマパークには展開してはいけないと契約していた。またユニバーサルも USJ はスパイダーマン以外、ウアは一部アベンジャーズ以外のユニバーサルパークにも、マーベルキャラクターは禁止としたが、その後一部の契約を破棄し、ウアには登場しない、マーベルキャラクターを導入することができるようになっため、ウォルトディズニーワールドリゾート初のマーベルのアトラクションが導入される。 ディズニーランドリゾート、ディズニーランドパリ、香港ディズニーランドリゾートには、マーベル関連の権利がすべてディズニーにあるため、アベンジャーズキャンパスと呼ばれる、マーベルエリアが誕生する。上海ディズニーリゾートにも、マーベルユニバースが存在する。しかし以前からウォルトディズニーワールドリゾートの、テーマパークと隣接しない方面の、ウォルトディズニーワールドモノレールシステムは、映画、アイアンマンさんや、 アベンジャーズのラッピングがされたモノレールが走行していためテーマパーク外については買収時から現在までも全ディズニーの所有権となっている世界で唯一東京ディズニーリゾートを運営しているのはディズニーではなくオリエンタルランドと呼ばれる別会社がライセンス料を支払い運営している USJ にはスパイダーマンがすでに存在しているためスパイダーマン以外のマーベルキャラクターは 登場させられるが、現在も、マーベル関連は一切導入されていない。理由は、オリエンタルランド側の経営方針とし、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーなどには、マーベル関連のアトラクションやエリア、グッズ販売を現時点で導入しないが、マーベル関連を東京にも導入するか否かは現在、検討中であるとは断言した。しかし、ウォルトディズニーワールドリゾートのように、 ディズニーリゾートラインでもアベンジャーズ関連のラッピングは一切行われていない。なお、東京ディズニーリゾート内に存在するイクスピアリのディズニーストア、東京ディズニーリゾート店はオリエンタルランドではなくウォルトディズニージャパンによる運営のためマーベルのコーナーが存在する。こちらもテーマパーク外のためスパイダーマンなどのグッズも販売することが可能。ありがとうございます。